はじめまして。よろしくお願いします。遠野真心ネットの高橋さんです。ここは高橋さんどういうところなんですか？ここはですね、大槌町の、北小学校というところのグラウンドを、はい、被災しているグラウンドなんですけど、そこに仮設の商店街を、はい、オープンさせまして、はい、それが12月の17日なので、はい、今からもう3、4日前ぐらいです。本当バラエティーに富んで、はい、僕らずっと回ってるんですけど、仮設商店街が結構いろんなところにできてるんですね。でも大体ね、10店舗ぐらいが多いんです。この商店街楽しいですね。そうなんですよね。待ちに待ったっていう感じの場所なんですよ。ね、ご飯が食べられるし、髪の毛、ね、切れるし、クリーニング屋さんはあるし、 ATM もある。そうです、ね、あとツタヤがある、スーパーがある、タクシー屋さんもある。そうです、ね、ここはもう本当に街です、ね、ついたあたりのローソンしか、もう物を買える場所がなくて、なるほど、みんなそれをまたいで釜石、あのローソンですね、大槌町の、大槌町のローソン、あのローソンなんか日本一の売り上げここはあれですか、50件ぐらい入るんですか？20ぐらいだと思いますよ。あ、そうなんですか。事業主体はどこにあるんですか？大槌町の商工会、商工会が、なるほど。で、12月の17日にオープン、はい、オープンしたて4日目ぐらいですね。4日目ぐらいです。4日目、はい、どうですか、盛況ですか？盛況ですね。やっぱりオープンの日なんか特にそうだったんですけど、もう満杯になって、もうすごい人でした、ね、あと印象的だったのは、うん、オープンの日に10ヶ月ぶりに生きてたのかって再会があったんですよ、うん、で10ヶ月ぶりですよ。まあでも少なくともこれだけの数の、食が復活してる、復活なんでいいんですよ、復活ですね、町にあったお店が再開したというのがここにあるわけですね、はい、今まであったお店ですね。なるほど、はい、なるほど。そこがなんか素晴らしいなって。そうですね、うん、なんかね、正直言って大槌って何もないなって、うん、なんかこれからどうやっていくのかなって来るたびに思ってたんですけど、うん、なんか今日ここに来れてとても嬉しいんですけどね。立ち上がっていくスタートがここにある、スタートですね、という感じです、ね、うん、やっとなんですよ ね、 なるほどね。もう10ヶ月ですか、10ヶ月 CT サポートしていく事業を市の方から委託を受けまして、なるほど、合計で180人の雇用を、お、素晴らしい。それの肝が地元の今までいる中高年の方々といろんな外のからいろんな支援が来てる、うん、で人もいろいろ来てるって方で、長期でやっぱりボランティアで活動してる方ってもう一年してるんですよね、うん、そういう方々がそこに一緒になって雇われて、でそこで中の視線と外の視線で、その地域をこれからどういうふうに自立させていけばいいのかっていうことを考えていく、自分たちがやっぱり密接に関わったところをまずは行っていけ、まずは大槌で、大槌とあとは陸前高です。陸前高です、わかりました。はい、遠野真心ネットの高橋さんでした、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。